皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬健志です。今日7月19日、3回目の百条委員会が開かれました。本来であれば、元西播磨県民局長渡瀬さんが証言をする日でもありました。ご案内の通り、渡瀬さんはすでに旅立たれた後なので、今日は冒頭、奥谷委員長からとても心のこもった弔意の表明がありました。本当にすごくこうよく練られた文章だったと思います。少なからず目頭を押さえている人が、いたのがとても印象的でした。その後ですね、知事がですね、上郡町で、ワインをくださいと言ったのか、言わなかったのかという部分について、いわゆるまあおねだりと言われている部分ですが、音声データというものが披露されまして、みんなでその声を聞いたという場面もありまして、今日の、ニュースでは、テレビのニュースなどではもうここが一番大きく取り上げられてますし、今日の百条委員会のこの場面を受けて、まあ、知事にですね、バーッとこう取材陣が駆け寄ってですね、これやっぱり知事じゃないですかというような形 で知事が認めるという場面が、まあ、トップで伝えられておりますが、もうこれはもうはっきり申し上げます。これも非常にさまつな話でありまして、こういうことにずっと目を奪われていると、本当のことが分からなくなると私は思っています。また今日もう一つ、まあこれも、一つ特筆すべきかなと思うのは、維新の会から、まあ来ておられる副委員長の岸口委員が、まあ、昨今の報道等による、まあ、影響で SNS などを通じたですね、まあ、誹謗中傷がもう大変ひどくなっていると、中でもですね、渡瀬さんと、生前の渡瀬さんと最後に電話で連絡を取ったのが、まるで岸口委員であるかのような、ものが多く、それに大変迷惑をしていると。でもし最後に連絡を取った委員が、議員が、この百条委員会の中にいらっしゃるのであれば、まあ、自ら名乗り出てほしいというようなことも、まあ、おっしゃられまして、それに対しては我が会派の藤田委員から、議事進行、これはですね、意見表明ではなくて、その議事を前に進めるための意見表明としてですね、それはこの百条委員会で審議することではないので、維新の解散として、記者会見するなりしたらいかがですかという形で議事進行が入りまして、まあ、一旦そのまま収まったという形でありますが、そういう場面もありました。まあ、盛りだくさんの百条委員会ではあったんですが、私が一番この第3回百条委員会で問題だと思ったのは、竹内委員がその他の部分というところで、質問された百条委員会に関する各種副部についてというですね、内部通達文書が手に入ったので、これが問題だということで、ご発言がありました。ここが私も一番問題だと思ってます。これから皆様にはカラーのですね、この文書、ご覧いただきますが、ご覧いただきながらちょっとご説明を申し上げます。特に問題だと思う部分は2つございまして、1つはアンケート回答作成の際の副部上の取り扱い、ちょっと読んでみます。委員会が実施する職員アンケートについて、職員が勤務時間中に回答を作成する場合は、職務に専念する義務の免除の申請及び承認手続きが必要。どう思われますか？これ職務でしょ。どう考えたって。まず、もう非常にこの取り扱いおかしい。さらに問題なのがその次なんです。守秘義務免除の手続きという項目です。委員会から職務上の秘密または職務上知り得た秘密が含まれる事項について、出頭または出席の請求があった職員は守秘義務免除の申請手続きを行うとしておりまして、ここまではいいんです。これはですね、通常県庁職員が裁判で証人などで出廷する際にも必要な手続きでありますので、ここまではいいんです。ここの細目が問題です。申請および承認手続きとして以下2項目を挙げています。対象となる内容は、
必要最小限のものとする。別紙様式により各部総務課宛て申請し、これを各部総務課長が承認するとあるんですね。これが非常に問題だと思います。もうまさに百条委員会に対する悪質な挑戦です。なんだと思ってんですか、この時期に。悪ガキだし、よもやこれを、よくぞこれをみんなに通達したなと思って、もはや呆れてます。これがどういう会議で示されたかと言いますと、兵庫県庁内にある各部、これはですね、建設部とか環境部とかですね、その各部の中にはそれぞれ総務課というところにありまして、各部総務課長会議、課長会議です。これ副課長さんが出席するそうなんですけども、その会議の席上示されたこの副部に関する取り扱いなんです。ということは、これ非常に重要な内部の通達なんですね。おそらく今日現在もうこれは本当に全ての職員さんのところに回ってると思うんですよ。こんなものを受け取ったらね、百条委員会にですね、なかなか出れないっていう話です。なぜならば、必要最小限のことにとどめなさい。必要最小限かどうかはチェックします。で、申請したものを各、総務課長が承認して初めて百条委員会で証言ができると。さらに、これはもう、完全に人事当局にも筒抜けになっていて、皆さん家族があり、自分の人生をしっかりこう、守りながらこの県庁で働いている人にとってはですね、恐ろしくて、こんなこと言われたら百条委員会で証言できるはずがないんですよ。こんなことを、まあ、平気でやろうとしてるんですね。で、まあ私この百条委員会が終わりましてから、先輩の議員にこれどうしたもんでしょうかというお話をさせていただいたところ、これをですね、まあ、延々とどちらが法的に正しいかというようなことを当局とやってしまうと、全問答が続いてしまうだろうと。で、おそらく法的な話になると一定当局の方に部があるんだけれども、道義的に考えてこれどういうという話であるならば、これはこれとして置いといて、各局長クラスから、改めてですね、百条委員会に対しては、協力をするようにと。で、その百条委員会については通常のこの、副務規定を、一旦ですね、例外的な扱いをしてですね、協力をするというふうにですね、しっかりとやっぱり明言をしていただく必要があると。私もその通りだと思います。今日は我が会派の富山委員の方から、証言に立つ職員の人をもっと守らなければいけないという形で提案もあったんです。それは 今のままでいくと、たとえ秘密会にするとしても、同じ県庁の中で百条委員会が開かれてる時間に職場を離れていくということになると、もう身元がバレちゃうので、もう場所を変える、時間を変える、例えばその重要な証言については委員会の当日ではなく、そしてこの庁舎内ではなく別のところで聞き取りを行えるようにする。で、そこには、弁護士なども立ち会いをし、双方に後で、まあ、この何を言ったかということがちゃんと分かるようにするなどのさまざまな手当てをして、さらに時間もですね、勤務時間を外してするなど配慮をしてはどうかという提案があって、みんなでその通りだなとなったとこなんですよ。百条委員会としてはそこまでやっぱり考えておこうという時に、全く逆行するですね、こういうものを平気で出していたと。これ衝撃的な私、ことだと思うんですよね。まあ、これが今の兵庫県庁のありのままだということも言えると思います。まあ、そういう兵庫県庁の中でこれから闇をどのように明らかにしていくのかというのが、この百条委員会のまさに肝の中の肝だと思います。今日はですね、まあ、この百条委員会が今後のスケジュールなどももう詳細に決められまして、まあ、この12月までの間、おおむね8月から月2回、やっていくことになってまして、まあ、12回を、想定しています。ただここで想定している中でもですね、アンケートによっても、あるいはすでに今現在集まっている情報によっても、これでは収まらない可能性もあるので、その場合はこの現在
12回まで想定している百条委員会のさらにその後にですね、追加をしていかざるを得ないだろうというお話もありました。私はね、この今回ちょっと、このワインの話について問題がありまして、本来非公開、そして厳しい守秘義務が課されているはずの、百条委員会の理事会の中で、明らかにされたこのワインの音声データというものがおそらくこの理事会から漏洩しているということが委員長から発表されまして、大変問題だと、以後絶対にことがないようにという形で厳しい、注意があったところなんですが、この漏洩というものについてはもう一つ問題がありまして、渡瀬さんが3ヶ月の停職処分になる前提となった内部調査に基づく資料というものがどうやら漏洩しているようなんです。そしてこの漏洩しているという事実が明らかになったならば、まさにこれを百条委員会で問うべきであると、そうすると今の、想定している、質問項目、承認の想定承認には含まれないので、やはりこの辺が、どのタイミングで、それを実施するかということが、これからの非常に大きなテーマというか非常に大きな山場になるのではないかなと思わせていただきました。今日はこの百条委員会の、模様についてお話ししたんですが、最後にもう一つ、一言苦言を呈します。今日の百条委員会、非常に、傍聴者の、不規則発言が相次ぎました。これもね、ごく一部の人ですよ。私たちは傍聴者の皆さんも含めて、兵庫県民の代表としてこの百条委員会をやってるのであって、ここはですね、非常に 大切な特別な場所だし、50年ぶりにね開かれてる百条委員会ということで、みんな覚悟を持って臨んでるわけですけども、今日発言された人がもし私の動画を見てるんだったらば、大いに反省をしていただきたいと思います。私はこのような不規則発言が、続くのであれば、やっぱりもう傍聴なしでもいいかなと思うぐらいに、今日の、一部の傍聴者の人の態度については非常に問題だと思っております。皆様のご意見もお待ちしております。最後にチャンネル登録と高評価などもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。